え今回ですねあの、まあ、僕が生きていく生き,生きていく上でですねちょっとあの考えながら、まあ、いつも行動してることのまあなんかテーマみたいな感じでそんな話をしていきたいと思いますまあちょっと言ってることめちゃくちゃなんですけどあの僕最近です最近じゃなくて結構前からなんですけどもう何年も前なん前からなんですけどあのシュレーディンガーの猫理論でなんかいつも物事にチャレンジしてるんですよ あのシュレディンガーの猫って聞いたことはありますかね、まあ、多分ない方もいらっしゃると思うんですけど例えば一つの箱があってこの箱にですねその毒ガスが箱に猫を入れるんですよであそういう実験かなんかしんないんですけど昔あったみたいであの箱に猫を入れて で、スイッチが2つあって、1つは毒ガスが入ってるスイッチ、1つは何も起こらないスイッチっていう形で2つあるらしいんですよ。で、ボタンを押す側は何もわからないらしいんですよ。あの、シャッフルしてて、どっちがどっちみたいな。で、1つで、そのボタンを押す人が1人来て、ボタンを1つ押すんですけど、結局。で、 シャッフルされてるんでボタンを押してもその箱の中身ってわからないんですよ毒ガスが出てるかもしんないし毒ガスが出てないかもしれないまあすなわち中に入ってる猫は死んでるかもしんないし生きてるかもしれないっていうなんか状態になるらしいんですよ状態っていうかなんか物理学的になんかそういうことをこっちの こっちかもしれないあるいはこっちかもしれないみたいなことを例えるのが「あのシュレディンガーの猫」っていう実験になってるんですけど僕のいつもやってることってあの結局スレディンガーの猫とあの一致してて結局ボタンを押してもその毒ガスが、えー、入ってる状態か、まあ、猫が生きてる状態か猫が死んでる状態っていうのはわからないわけなんですよ。 箱の中身はそう箱を開けなければ結局わからないんですよだから結局わかんないわけなんですよ中身はだからこれをですねあのビジネスのビジネスとか要はまあ平たかく言うとお金稼ぎのことを考えると結局やらないとわからないんですよやらなかったら何も起きないんですよでもやったら稼げるかもしれないし稼げないかもしれない 失敗するかもしれないし成功するかもしれないっていう状態に持っていくわけなんですよ。それってやったからその二択になるわけでやらなかったらそもそもこの二択って発生しないんですよ。なのであのビジネスにおいては僕はいつもこのシュレディンガーの猫理論っていうのをはあの発揮してて結局やってみるんですよ何事も。今までも例えば えーまあ、最初は FX の自動売買ツール買って780万円なくしたりとかあのビットコインビットコインも、まあ、20ビットぐらいパクられたりとか結局あとはあとアマゾンも結局アマゾン輸出やろうかなと思ってアマゾンのアカウント作ったけどやらなかったりとかだからあとはあペ,ペラサイトアフィリエイトのペラサイト量産したけど全然稼げなかったとか。 ということをやったわけなんですよでも今まで失敗してきたあの事柄っていうのはあの結局やったから稼げないとダメだったっていう結論になったわけでやらなかったら稼げるか稼げたとか稼げなかったっていうゴール自体にもいけなかったわけなんですよ。やったから結果が出たわけでやらなかったからやらなかったら結果が出ないわけなんですよ。だからこれを まあ、すなわち考えるとあのとにかくやってみる理論にたどり着いたんですよ。何事も完成率30%でいいから20%でいいから何事もやってみるってことをやると、結局それがシュレディンガーの猫理論になって、あの自分に良かったか。悪かったっていうフィードバック結果っていうのが出るんですよ。で、この結果がちょっとでも光があれば続ければいいし。あのその。 今人生の時間をコミットして人生の時間を捧げてあのまあ光が出るんだったらコミットすればいいしそれが全く光が出なくてこれはもう無理だってなったんだったらもう人生において二度とやらなければいいある意味人生においての一つの無駄を省けたことになるのでフィードバックっていうのがもらえるんですよあの良かったにしろ悪かったにしろ だから猫が、例えば生きてて、生きてるかもしれないし、死んでるかもしれないっていうことは、あの、すべての人生において、あの、それって人生において良かったことも、なるかもしれないし、悪かったってことっていうのは、結局ボタンを押したしボ、ボタンをしたってことを、あの、自分の人生に置き換えると、ボタンを押したイコール自分がチャレンジしたからこそ、良かったこと、悪かったっていうことが見えて、で、箱を開けると、 その良かったことはチャレンジして箱を開けてみたらあ自分に合っていて稼げたとかあの箱を開けたら自分に合ってなかったから、えー、損したとか仮想通貨で20ビットパックられたとかあの FX の自動売買ツールで780万円溶かしたとかで結局 Amazon のカウント作ったけどやんなかったとか中国セドリがあったりとかあ,あとは まあ電子書籍とか、いろいろありましたけど、まあそれは良かったけど、なんかまあ、まあ、良かったな程度だ,だったみたいな。そう。だからクリティカルではなかったみたいな。自分にとってクリティカルなことって、まあ、結局 YouTube で発信したこととか、えっ、ー、とブログアフィリエイト、サイトアフィリエイトでできたこととか、ワードプレス使えるようになったとか、あとは ebay 輸出もクリティカルですよね。 うん、あとなんか YouTube も他のチャンネルのも結構稼げるようになったとか,だから結局チャレンジすることによって自分にとってのクリティカルヒットっていうのが何かしらでやっぱり見つかるんですよそうだから結局あのいろんなスクールとかまあコンサルとかたくさんあるんですけどあのまあコンサルとかスクールってやっぱりこれもシュレディンガーの猫理論で僕もたくさんまあたくさんではないですけどやっぱり複数 えっと受けたりとかやったんですけどやっぱり良かったのって10%まあ20%まあ5分の1とかそれぐらいですのででもその5分の1ってクリティカルになればやっぱりその残りの5分の4って巻き返すぐらいの,あのパワーって秘めてるわけ秘めてればいいわけなんですよ結局だから10個チャレンジして 1あの一個成功しても残りの9個をひっくり返せばその1個っていうのは自分にとってクリティカルになるんですよでもそれってボタンを押さないと分かんないじゃないですかそれを人生に置いたらボタンじゃなくてチャレンジしてるかどうかになるのでだから僕はあの生きていく時に選択肢が出ましたやるかやらないかみたいなやったら例えば20万円損するかもしれないでもやらなかったら あの20万円損することもなければえっとまあ例えば数百万数千万円稼げるかもしれないっていう選択肢もなくしている僕だったら迷わずあの20万円投資する方を選びますね投資っていうかあの選びますね損してもいいからで9個損したとしても残りの1個でその9個っていうのを挽回できれば、まあ、自分にとってクリティカルヒットになるじゃないですか だからこれをあのー、シュレディンガーの猫理論でどん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 チャレンジしていけば自分にとってのやっぱり何かヒットすることって巡り合うんですよだってそれだけチャレンジしてるわけなんでそれだけ失敗してるわけなんででその1個その2個3個とか人生においてそれを見つけてでそれを大きく育てて,ていけばまあ人生においてそこはいいんじゃないのかなって思うのであのこの理論 考え方を知ってるといろんな選択肢にあった時にあの考え方って結構変わってくるので一つの指標として、えー、かん持っておくといいかもしれないですね。シュレディンガーの猫って言ってよくテレビとかでもたまに出るんですけど、まあ、結局中身って分かんない。それは人生においてチャレンジしないと分かんない。そう蓋を開けてみないと分かんないと良かったも悪かったも。でもそれはやってみないといいも悪いも。 フィードバックってもらえないかな。だったら、チャレンジし,てしまくって、別に9個失敗しても、1個し成功すれば、全然いいと思うんですよ。それはまさに、クリティカルのことをやろうっていう考えですね。で、この理論が合ってるかどうかって、あの、僕が説明してる <laughs>、シュレリンガの猫ってこういうものかっていうの、僕、はわかんないんで、なよかったら、全然調べてください。あの、なんだろうみたいな。 でもこれってやっぱり一つの物事なのでこういった物事っていうのをたくさん知っていくと、まあ、結構人生においていいですよねだからまあ影響力の武器とか例えば本とかねあのデーカーネギーの人を動かすとかでそこで希少性とかあの一貫性の法則とかコミットメントとかそういろんな心理状態っていうのがあるのでそう 単純接触効果とかいろいろあるんですがこういうのを結構覚えていくとあのビジネスにいろいろ使える部分もあるし選択肢を迫られた時にやっぱりいい選択っていうのができる、えー、ことができるかもしれないのでそれってやっぱりいろんなこといろんな情報に触れたとかいろんな勉強してきたから常に最善の方を選ぶことができるっていう人生、まあ、考え方に変わると。 やっぱりいつかクリティカルなことにあの巡り合うことができるのでそれが大きく稼げれば今まで失敗した残りの9個っていうのを巻き返せればある意味一発逆転できる人生一発できることになると思うので結構この理論ってあの人生の上で使えるのでなんか結構言ってることを僕もこうなんだろうなあのなんか台本も作らないしえー なんか別にカットとか編集とかもしないんで言ってることめちゃくちゃなんですけどなんか別に一個でも心に刺さればいい,刺さればい,いんですよ、まあ、要はチャレンジしないといいか悪いか分からないみたいなだったらチャレンジしてみようっていうことになってもいいと思いますし本当これぐらいのニュアンスでいいと思いますね、まあ、そうですねまあまあそんな感じでまたあの考え方とか動画で撮っていきたいと思いますじゃあ失礼します